皆様本日はタグホイヤーヤングガンアワードキックオフイベントようこそお越しくださいましたタグホイヤーは1860年創業150年以上もの歴史を誇るスイスの高級時計ブランドですその歴史に甘んじることなく常に挑戦を続け高品質かつ革新的な時計を発表しております本日は若き才能にもっと注目し J リーグの活性化につながるプロジェクトであり幅広いメディアや有識者をも巻き込んだプロジェクト ヤンングガンアワードのご説明をさせていただきますさてプロジェクトの説明がありまして皆様お待たせいたしましたこの会場に素晴らしいゲストの方が来てくれました本日は日本のサッカー界を語る上では欠かせない豪華3名のゲストにお越しいただいておりますそれではスペシャルゲストをご紹介しましょうまずはドルトムント所属タグホイヤーアンバサダー香川真司さんです ではまずはオープニングメッセージ一言皆さんに挨拶をいただけますかえ皆さんこんにちは、えー、今日はえ短い時間ですけど、えー、ここにいる皆さんと一緒に素晴らしいトークショーができたらいいなと思ってますよろしくお願いしますよろしくお願いします続きまして横浜エフマリの所属中澤裕二さん では一言メッセージをお願いいたします、えー、皆さんこんにちは、えー、横浜 F マリノスの、えー、中澤佑二です、えー、今日はですね、えー、このような素晴らしいショーが、えー、設立されたことを大変嬉しく思っております、えー、今日よろしくお願いしますよろしくお願いします最後にアスルクラロ沼津所属中山正史さん皆さんこんにちは ではメッセージをお願いしますはい、アスルクラロ沼津の中山雅史です、えー、新しい賞が設立され若い選手の奮起に期待したいそして日本サッカーが大きく躍進することを祈っていますよろしくお願いしますステージ上にスペシャルゲストの方々に登場していただきました皆様本日はよろしくお願いいたしますよろしくしお願いしますさて日本のサッカーの道を作り時を作ってきたスペシャルゲストの方々とともにいよいよ この瞬間に参りますただいまよりタグホイヤーヤングガンアワードステートメントを発表いたします19歳は決して若くないある人が語った世界のサッカーの話ベテランの壁が厚いのか日本的な年功序列が阻むのか 去年の J リーグベストイレブン23歳以下はたった一人日本サッカーの時計の針をさらに進めるためわれわれはもっと若き才能に着目すべきだ革新はいつだって若い世代から生まれるタグホイヤーヤングアワード今ここにキックオフ 未来への大切な一歩が今、開かれました。あありがとうございますさあそれでは若い力に向けて素晴らしいメッセージがありましてここからはトークパートにステートメントの発表がありまして入らせていただきたいと思いますのでそれぞれのゲストの方々一歩、二歩前にお願いいたします。 椅子をご用意させていただきたいと思いますが少しお話をお聞きしたいと思うんですけれども中山さん、中澤さん、香川さんにアワードやタグホイヤーや時間のこと J リーグのことについてゆっくりと話を聞いていきたいと思います改めてよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお願いしますお願いします。ますさあまずは香川さんにお聞きしたいんですけれどもたった今発表いただいたタグホイヤーヤングガンアワードどのような印象ですかいや本当に率直に素晴らしいなと、えー、というのも僕自身も えー、19歳から日本代表に選出さ,させていただいて、えー、若い世代から、ね、そういう賞が生まれるというのは1つのモチベーションになりますしまたその賞の価値が、ね、これからどんどん,どんどん上がっていってその賞を取った選手が、ね、これから日本を背負うような、えー、世界に出ていくようなそういう選手の、えー、モチベーションになる、えー、それぐらいの価値になるものになっていけばいいんじゃないかなと思っています。 す晴らしいヤングガンアワードが、ね、いよいよ誕生するというメッセージもいただきましたさあ続いてはですねえ皆さん、それぞれの若手時代について伺っていきたいと思うんですけども今回、お写真も用意させていただいたんですがまずは香川選手から若手時代の思い出、今画面出てますね、はいか、ね、かがでしょうやですよね。あ爽やか黒髪がれこはあの もうセレッソ大阪時代のお写真ですけれども、はい、当時のことを振り返ってみて、いかかがですかやっぱり今もたまに思い返したり見たときに映像、やっぱりすごくまず髪の髪型がすごく長くてですね <laughs> いや、若い時ってやっぱり髪を伸ばしたいっていう、悠依さんここにですけどいて全然んの前に失礼ですけど、なんかね、そういう憧れというのもありまして、今見ると本当、ダサい髪型してるなと思いながら。 振りり返ったりしますけど <laughs> まあでもこの頃の経験、思いがあって今があるという、やっぱ若い世代の経験というのは大きいですかそうですすかそうね本当にサッカーにおいてやっぱ若い世代が出てくることは、もちろんとても大事ですし、やっぱそれはプレーしてても、えー、ドルトムントもすごい若い選手がたくさんいるんですけど、やっぱ彼らの勢いであったり、何も恐れない、その精神というのは、ある意味、経験がない分、そういうことを恐れずに戦えるっていうのは、本当に一つ。 素晴らしいことだなってていうのは自分も経験して感じますねなるほどその経験ともとに、まあ、髪型の話もしていただいたんですけどもではその話を経てこちらの写真をご覧いただきたいと思いますが次はお,おかしくないですか<お>順番がもう。<laughs> うーもうやめてください、ね、ボンバーだね<う>まさしく <laughs> これまた、まあ、98年から2001年ぐらいベルディ時代の頃の99ですね99、はい、いかがですかこの当時の写真を改めてご覧になって <laughs> いや恥ずかしいですよねよくもまあこんな頭してましたよね本当にホン <laughs>、えー、だよね今ではできないですよもうでもこの頃の経験がやはり大きかったんじゃないですか まあ、この頃よく怒られてましたからね、監督、コーチ、チームメイト、いろんなところから怒られて、ほぼほぼ毎日凹んでるような毎日でしたんで。でもその経験があって、今年5月550試合出場というような素晴らしい記録にも繋がった。とありがとうございます。すらしいません。らし多分ここでね、いろいろと打ち止めされて、い、え、ろ、ー、んな免疫ができて、今こうしてね、元気にサッカーやれてるのかなと思いますよね。うん